さあ、行くぞ。おい、こいつ、いつまで踊ってんだよ。おい、これ持ってかないの？ちょ、もったいないって。ユグノア金貨じゃない、ユグノア金貨これ。何事だーって言うんじゃない入ってきたらこれで。なんだお前ら。そういうストーリーがあったらおもろいのにな。めっちゃ陽気やん。フールフールを倒すとは。どれ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 。え、こいつ、黒か。なんだ？そんな怒んなって。頑張れ、チェロン。行ってこい！死なばもろともだ。当たって砕けろ。あ、同じ踊り方しながら行けば大丈夫よ。どうしたんだろう、お前ってなるよ。なんでそんな格好となってんだ。そんな格好になっちまって。父ちゃん、今帰っただ。おら、こんな村、嫌だ。おら、こんな村、嫌だ。東京へ出るだい。父ちゃんの一番大切にしてた母ちゃんのペンダント壊れちゃっただ。大切なものをな、渡したくなかったからそれを渡したんだよな。わかるよ、おっちゃん。一番大切なのはお前だ。バカモン、わしじゃ。はぁ、顔面センター、どんだけお前を心配したと思っている。どんだけ心配したと思ってたら、お前の命より大切なものなんてねえべ。ほんまでっか。だけど母ちゃんのペンダントが一番大切だって言ってただねえか。そんなの嘘に決まっとるやろ。一番大事なのはお前さ、お前おめえさ、だからお前を渡したくなかった。だおめえを守る。本当でござるか。おらのことなんてどうでもいいのかと思ってた。だ勘違いしてた。父ちゃん、ちゅちゅ、あ、いい子いい子いい子だね。泣け、泣くのは子供の特権よ。ジェロンは父親の本当の気持ちを確かめないまま勝手に思い違いをしている。あるあるですな。泣け泣け。心なしか勇者も微笑んでるような気がする。私先に戻ってるわね。何？何かあったの？お前にも子供いるんか？お前にも子供がいるんか？いい話が台無し？え？嘘？そんなことないやろ。めちゃくちゃいい話やったやん。めちゃくちゃいい話やったやん。だけど父ちゃん、髪の毛のが一番大事だって言ってた。いや、ヒゲの方が大事そうだ、こいつは。上から下に流れたんじゃない？上引っ込んで下に飛び出たんじゃない？これ。ヒーローだ。本当にありがとう。顔面センター、いいってことよ。お礼は金品でいいよ。言葉じゃなくて。実は、最初に助けられた時も、けども、そうなのか。また魔物が来たら、今度こそジェロンを奪う。なるほどな。なんだ、どうした、トイレか。羽のお姉さん。お姉さん、いいこと言うやん。出て行ったが、お前、やつを探してみよう。お姉さん上から下に流れた上をキュッてやったら下にボッて出たんじゃない上をグッてやったら下にボッて出たんじゃないか。私も思ったよ、一瞬。あれ、こいつ上下逆さまにしても顔変わんねんじゃねって思ったけど、さすがに無理だった。話し合わなくちゃ伝わらないか。お前どっかの王子かなんかなんか。ピギン、いつからそこにいたの。キャーエッチー、ボンバヘちゃんのエッチー。あの親子再会できて本当に良かったわね。せやな。お前も魔王のせいで亡くなった人々は。お前は子供がいるんか、父ちゃんがいるのか。もう戻らない。やば、どこぞの王子様なんか、お前は。ウルノーガは世界を滅亡させるほどの強大な力を持ってきたわ。見たの？あの力を目の当たりにして、なおウルノーガと戦うつもりなの？またまた冗談言っちゃって。おいおい、最近拒否権ないんだけど。あなたは最近拒否権ないんですけど。嘘でしょ。世界に笑顔を取り戻すなんて言って。あ、私も世界に笑顔を広げることを目標に頑張ってます。どうも、セモアです。どうも。世界進出、頑張ります。笑顔は取り戻せない。Hello YouTube。My name is
電波もう一度あなたの旅についていくチクヤラでもその前に一つだけお願いがあるの。お願いがあるの。ウルノーガと戦って命を落とし、パレードのみんなを巻き込めない。パレードのみんなを信頼できる人、実は一人だけ当てがある。何でもその人本当におっかなくて、もう意地悪そんなこと言って、もうなんで間がある。これちょっと間があるんだけど、もうめっちゃ間があるんだけど、何この微妙な間、もう何この微妙な間、微妙な間、やる気ないなら帰れよ。そんなこと言わないでよ。意地悪。ありがとう。バイバイ。それじゃ今話したことパレードのみんなに伝えに行きましょう。先にそ、こいつなんか微妙な間があるんだけど、何生マンか。当てじゃないのかい。触ってない、ギリギリ触ってない。まさかお前潔癖症か。勇者お前潔癖症な。ギリギリ触ってないよ。みんな見てみ、ほらギリギリ触ってない。こいつ潔癖症や。とんでもねえ潔癖症や。みんな触ってなかった。こいつ絶対潔癖症じゃん。あ、お姉様からの話。はい、注目。みんなが静かになるまで10分かかりました。はーい、みんな悪いスライムじゃないよ。みんな聞いて。私実は男だったの。男だったの。だけど安心して。魔王ちゃんやっつけたら女になるから私。私。お姉様を応援する。みんなの笑顔を奪う魔王ちゃんなんて誰に預けんだろうこいつら。私も応援するわ。応援するわ。お姉様がついていくとは誰も言わないんだ。悲しいけど、あ、ついていくとは一切言わないんだ。誰もついてくわとは言わないんだ。パレードやめるって言ってるけど、ついてくるなとは言ってないもんな。ハグ。そう。世界に笑顔を取り戻すため。私のパパがいるソルティコって町？あ、やっぱそうなんだ。ソルティコって町で待って、パピーがいるの。パパ。ソルティコ？え？お前パパ？パパなのかお前。貴様、ゴリアテか？ゴリアテ、いかつ。いかつ名前。グレイグ。え？いつ気づくかずっと待ってたのよ。どういう仲なの？行く？お、ノー！ノー！ということで、ソルティコに向けて出発！ノー！ノー！なんて、おかまじゃんこいつも。気まじめなゴリアテだったな。マジかよ。どういう仲だった？すまない。ノー！名門騎士の後継ぎ。へえ。マジか。ところがある時。うわ、くしゃみ出た。ジエゴ殿と凄まじい大喧嘩をして町を飛び出していってな。なるほどな。それきり行方が知れなかったな。カミングアウトしたのかな。カミングアウトして、ふざけるな、お前は騎士だって言われたんかな。ちょうどいい。で、勇者それ前髪邪魔だろそれ。何この世界前髪数本垂らすのが流行ってんの。ソルティアナ海岸にある。ねえ、この世界前髪数本垂らすの流行ってんの。なんなん。やった。グレイグいいキャラしてんな。